エルサレム王国十字軍のコイン、聖墳母教会柄の欧州タイプのドゥニエ、クーフィー一体で書かれた金のベザント、キリスト教のシンボル付けの金のベザント。金貨は最初はディナールのコピーであり、クーフィー一体が刻まれていた。しかし、1250年以降、カトリック教会の不満に従い、キリスト教のシンボルが追加された。トリポリ白国の金のベザント、 アラビア語、トリポリの銀の黒。大英博物館ベザントは、中世の金貨。この言葉は、ビサンティウムが語源で、もともとのギリシア語の東ローマ帝国の首都、コンスタンティノープルの旧名ビザンティオンが、ラテン語化した形をとったもの。コンスタンティヌス一世の時代以降、金貨。西欧中世初期では、金貨はほとんど鋳造されず、銀貨と銅貨が通貨としての選択肢だった。 しかもそれらは地中海地域を中心に小さな単位で流通したのみだった。典型的な金貨は特別に儀礼上重要な機械化、尊敬の印として使われた。東ローマのソリデス金貨は後のイスラム製のものとともに特に高く評価された。これらの金貨は通常ベザントと呼ばれた。語源的にはビサンティウムが由来とされ、 首都コンスタンティノープルのギリシア語の名称ビザンティオンのラテン語化が起源であった。コンスタンティヌス一世の時代以降、金貨は基本的にコンスタンティノープルからもたらされるもので、コンスタンティノープルを連想するものであった。最初のベザントは東ローマのソリルス金貨で、後にはこの言葉はイスラームのカリフ国で鋳造された金のディナールも示すようになった。 それらもソリデュスをモデルとしていた。ベザントという言葉は、ベネツィア共和国では、エジプトのディナール金貨を指し、マルコ・ポーロは、東アジアへの旅において、元王朝の通貨について記述するときに、ベザントという言葉を利用している。彼の記載では、1ベザントイコール20グロートイコール133トロネセルであった。フィレンツェ共和国が1252年にフローリンとして、 知られる金貨を鋳造し始めた時に、金貨は欧州に再度導入された。10世紀と11世紀のイングランドでは、金貨は銀にシリングと等価であり、金銀交換比率は1、9だった。コーンウォール公爵の基調は、コーンウォールを代表する15個のベザントが、その由来である紋章学においては、ベザントは金の円盤のことを表す。 これら紋章学上の円盤の名称の多くは、コインの名称に由来している。ありがとうございます。